もう送迎バスで来たんだ。まああと10分、あと4分あるよ。あれキャンプで、キャンプしに来たんだね、土日。だからみんな急げって言ってたんだ。そういうことか。じゃあ行きます。で、次のあそこのホテルのとこだね。うるさいよ、ホテル。ホテル、なんかすげえこの辺の天ぷらが食いてあんの、はい、いや、ありそう、探せ。天ぷらか、自分で揚げてもいいんだけど、めんどくせえやな。油がもったいないから嫌だ。もあるし、めんどくさい、天ぷりが。贅沢の極みで、油に魚に、まあ、太るだろうな。めっちゃいる。あ、すげえいる。あ、止まりて。めっちゃいたね。めっちゃいるね。止まりたいけど止められる場所ね。そうなんだ。だって止まれないから。あれは何件出すよ。ああいうのが進んだよ。まあいいや。めっちゃいた。これ止まれるとこ見えるのがちょっと辛いな。うん。ここもいる。ここはいないか。さっきのとこが一番安全なんだろうな。
10匹以上いたよな、猿。めっちゃいたよね。あ、食えるもの待ってんのかな、この道。うん、何でも何を猿って何を食うの？どんぐりの実とか食うの？まあ、そんなもんじゃない。どんぐりの実だったら今年すげえ豊作だよね。そさりこことまってあそこまで行くのめんどくさい。だいぶ距離あるよ、うん、ちょっと吹いちゃったやんけ。無理無理。まあいいや、まあそこだなと。あそこ今日は大体いるんだなっていうのはよく分かった。荒らさなければ人間、人間というか人が。一番あれなんだけど、安全なんだけど、完全にめっちゃあるじゃん。ここ止めますか。多分ここ止めないと下行けないと思う。多分そのカツ丼うまそう、ここの。びっくりした。いや、お前も行くよ。僕も行くんだよ。お前も歩くよ。ここだったら堂々と歩ける。うん。